はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケット、やっていきたいと思います。さあ、また馬風石増えましたね。さてとですね、天春ですよね。天春ってことは、まあ次は有馬か、有馬じゃなかった、キングジョージですね。こちらに出したいと思います。乗ってくれるかな？結構海外だと乗ってくれる可能性高いんですよね。ねえねえ。そういえばさ。あ、間違えて。登録しちゃった。この馬いい馬だったんだ。この馬もいい馬ですね、地味ながら。まあ、ここは、痩せないといけないのか。ん？今はね、芝だとどっちが合ってんのかなっていうか、芝しか出てないのか。宝塚記念、海老名ですね。そういえばさ、いい感じだね。体重はバッチリだね。2頭同時動かすのは果たしてどうなのかなと思ったりします。お、1万人気だ、型のモンブラン。サイレンス鈴鹿、シルクジャスティス、この辺に終始ついてますね。今夕方ということで、鍋作ってます。聞こえますでしょうかね、この電磁調理器の音。いや、ガスが扱えないんですよ。あ、スタートですね。そう言ってる間に、おっと、あ、さすがにサイレンスーか、先頭は譲らないか。でもいい位置にいますね。2番手グループ。面白そうです。
さて、サネスーカが鬼毛してますね。それを追う感じになってます。離れながら追う感じになってます。肩のオンブラン、ちょっとやや範囲なペースではありますが、実はそんなにさ飛ばしてはないんですよね。オーバーペースじゃない。ミナイさんかな、ミナイ、多分エアグルーヴいるんでミナイさんですね。さて、果たしてサイレンスーカを捉えられるかな。まだ差はあります。さあ、もう残り400、内回りなんですよね、このレース。おっと、これは捉えそうだ。エアグルーヴが来ているぞ。お、かわしたか。あー、これはちょっと足色いっぱいですね。勝ちましたね、エアグルーヴと。やりました、肩のモンブラン。鍋を、電磁調理器で作ってまして、500枚グランプリです。鍋を電磁調理器で作ってましてですね、ガスだとふかしちゃうんですよね。で、これで一応一旦放牧させますか。まあ、放牧させる必要ないんですけどね、馬体重見てたら。大根ですね。あ、間違えたかな。あ、間違ってないか、疲労回復だからそれで合ってるんだ。今のまだ半分以上ありますね。はだから能力のアップも着実に図っていかなければなりません。さあ、ですかな、もう一周あるのか。うーん、難しいとこではありますが、でもスタミナかな。微妙に重いかもしれないですが、もっとレースですと。パートナー調教か、ここで。まあ、やってみましょう。人参なので、これでベスト体重かな。ベスト体重ですね。いい状態で出すそうです。さあ、キングジョージ行ってみましょう。おっと、また 1.2 倍の一番人気だぞ。頭数も少ないんですよね。しかも武豊が乗ってくれるという。ただ、まあ、武豊との相性が意外と良くないんですよね。そこは気になるところ。あと 60.5 キロです。いうのも気にはなります。さてと、相手はシルバーペートリアーク、ハッピーバレンタイン、スエンあたりですよね。結構、20丸はこちらグリグリなんですが、丸が、割れてる感じです。さ、で、スタート。
3番ハッピーバレンタイン、ダッシュがつきません、後ろに置かれました。さあ何が行くのか。1番ロイヤルアンセムですか。取りました。そしてその後ろから3番ハッピーバレンタイン、それから足毛の馬体、後ろから2投目ですね今。最近結構前に行ってたんですが、後ろ側をレースになってます。静か、比較的静かな展開ですね、ヨーロッパらしくて。後ろから2投目っていうとこですか。といっても9投立てですからね、そんなに影響はないのかと。ん？直線ですか。さあ差を詰めていくが果たしてどうか。残り2波論。あ、これはいい背足だ。あ、ちょっと他と違う背足ですね。これは強い圧勝だ。やりました、肩のジャック、キングジョージ制覇です。さあこれで1番人気で勝利をゲットです。人気になってくれるんで、このあれを石をゲットできるのは嬉しいですね。いや復活ですね。気持ちいい形でレースに出せ、囲碁のレースに出せそうです。2頭出ししてみますかね。こうなったら時期もありますし、初めての2頭出しにチャレンジしてみましょうか。肩のジャックを本線に。では放牧です。はい、というわけで、キングジョージを勝つことができました。でもう1頭のこの肩のモンブランも宝塚記念を勝利。はい、相場は2頭とも勝利ですね。はい、本日はいい内容を統計できました。特に肩のジャックのぶっちぎり勝利はすごいですね。はい、次回この2頭を、WBC、多分ターフにあるかと思うんですが、そちらで、2頭とも出走させて戦わせたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうではチャンネル登録者数、を増やしたいと思っております。タイトルを右側にチャンネル登録ボタンありますので押していただければ嬉しいです。また、ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載してますのでよろしければ見てください。また最後20秒に流します関連動画プレイリストの方もお時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい。ゲーム動画でいこうでした。ありがとうございます。